あ、元気出そう。ほら、新しい部屋なんだよ。やったよ。ちょっと夜遅かったかな昨日。いや、遅すぎでしょ。ちゃんと寝なさい。昨日ちょっとお昼寝長くしちゃって。あ、そういうこと。そうそう。じゃあまあプラマイゼロ。プラマイゼロ。そっか。いや、部屋ができましたよ。いいんでしょう。まあ、あれいつもせっかく 3D になったからね。そうだね。そう、背景が真っ白な空間だけなのに寂しいしね。寂しい。ちょっと取り急ぎ、はい、仮住まいで。はい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 。仮住まいで部屋を準備しましたけど。イエーイ。いいでしょう。おしゃれでしょう。めっちゃ、ロフトもあるし、ロフトなのか。え、すごい好き、私。好きそうでしょ。生活できます。キッチンがないね。キッチンは欲しい。料理したい。キッチンないけど、そうね。ちょっとそこまでどうなってんだろう、この家。ちょっとあ、そうね。内覧行ってないまま、引っ越してるから、これ。ぶっちゃけた話。そうそう、内覧してないまま。ここに決めたっつって、ね。そう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 。昨日の夜にね。そう。え、逆に何、なんか欲しいのある？ちょっと今ちょっとまだ全然家具準備できてないけど。何がいいかな。私がね、もう住めるようなベッド欲しい。あ、ベッドね。え、パパさん何が欲しいの？僕？うん。そう、何欲しいんだろう。ちょっと今ちょっとリアルに僕何欲しいんだろうって思っちゃった。なんかあんまそういうとこ欲しいっていうのないよね、パパさんは。ない。なんかスペックのいいパソコンが欲しい。そうだね。今そこだね。3D になってからやっぱ、ね、うん、パソコンの処理が大変だからちょっと買い替えたいよね。危ないですね、そこは。いきなりなった、ね。今後のね、ビアンキーパパ活としては。そうそうそう、パパ活っていうな、パパ活。あ、ごめん。ごめん。活動としては。子供生まれたばっかのやつにパパ活とか言うな。手紙を燃やしてしまった。